アメリカの先週1週間の新規失業保険申請者数は25万8000人で、前の週から3万3000人増加しました。去年8月以来の高い水準で、市場予想も上回っています。先月下旬に上陸したハリケーン、へリーンの被害を受けたノースカロライナ州などで申請者数が大幅に増加しました。また、失業保険を継続して受給している人の数も前の週から増加しています。